こんばんは。ウィークリー千葉県、小杉真希です。麻生千恵です。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしてまいります。番組のおしまいには素敵なプレゼントのお知らせもあります。そちらもお楽しみに。まずは千葉県の主な出来事をお伝えします。18日土曜日、京葉線新習志野駅と海浜幕張駅の間に幕張豊砂駅が開業し、記念式典が行われました。 JR 千葉支社管内の駅としては25年ぶりとなる新駅の誕生で、このエリアの利便性がさらに高まることが期待されます。記念式典には多数の来賓が出席し、テープカットなどが行われました。熊谷知事は新駅の開業によって一層幕張新都心を訪れ、そして過ごす方が増えることを県としても期待していますと述べました。23日木曜日、木更津市長、桜市長によるオーガニックビレッジ宣言式が県庁で行われました。これまで木更津市、桜市は国の補助制度、有機農業産地づくり推進事業を活用して地域ぐるみで有機農業の推進に取り組んできました。そして今後も各市で策定した有機農業実施計画に基づいて有機農業を推進していくことを熊谷知事の立ち会いのもと宣言しました。以上、千葉県の主な出来事をお伝えしました。続いて特集、ちえちゃんのリポートです。はい、今週は交通事故から命を守ると題して、交通事故防止のポイントなどを紹介します。春は進学の季節です。ワクワクを胸に秘めた新1年生が小学校に通い始めます。安全に学校に通えるのか、保護者の皆さんも心配ですよね。そうですね。昨年、千葉県警察本部が小学生の歩行中における交通人身事故の特徴についてという過去5年間の交通事故の分析データを公開しています。警察本部で詳しいお話を伺ってきましたのでご覧ください。小学生の歩行中における交通人身事故の特徴はどんなところでしょうか。はい、過去5年間の統計を見ますと、小学校1年生から3年生までの歩行中死傷者数が多くなっています。それは小学校低学年の児童が歩行中の交通事故に遭ってしまう可能性が高いということですね。はい、その中でも特に小学校1年生が事故に遭うケースが多くなっています。小学校に入学する前は保護者と一緒に行動していた子どもたちが、入学後は子どもたちだけで行動することが増えるからでしょうか。それも一つの要因だと考えられます。また高学年になると歩行中よりも自転車乗用中の死傷事故が多くなっています。4月1日からは改正道路交通法の施行によって、自転車のヘルメット着用が全年齢で努力義務となるので、しっかりヘルメットをかぶって安全を確保してほしいですね。そうですね。小学生の交通事故は新入学期から夏休み、また日没が早くなる9月から12月にかけて増加傾向にあります。時間帯は午前7時台、午後2時台から午後5時台が多くなっています。やはり登下校時に事故が多いんですね。その事故の原因というのはどういったものが多いのでしょうか。はい、小学生歩行中の事故のうち、死傷者に何らかの原因があった事故は約4割で、その中でも飛び出しによるものが多くなっています。全年齢層で見ると、飛び出しの原因があった死傷者のうち半数以上を小学生が占めています。では小学生の飛び出し事故を防ぐにはどのような点に注意したらよろしいでしょうか。ではドライバーの皆さんに向けた事故防止ポイントです。学校付近や通学路、住宅街などを走行するときは、特に左右の安全をしっかりと確認してください。子どもは興味のあるものに夢中になり、突然路上に飛び出したり、無理に道路を渡ろうとしたりすることがあるので、特に注意してください。周囲の状況をよく見て、子どもたちの動きに気を配って運転することが大切ですね。そうですね。この他にも横断歩道や交差点などでは、
歩行者や自転車の動きにも注意が必要です。スピードの出しすぎにも注意して安全運転を心がけてほしいですね。そうですね。私も運転免許を持っていますが、運転中ヒヤリとする場面に遭遇したこともあります。これからもスピードを出しすぎず周囲の状況に気を配りたいと思います。私は免許を取ってから間もないですが、教えていただいた交通事故防止の注意ポイントを参考にして安全運転を心がけたいと思います。そしてドライバーの皆さんだけではなく、保護者の皆さんにも気を配っていただきたいポイントを教えていただきました。横断歩道などで道路に出るときは突然飛び出さないように止まる、見る、待つを教えることや、横断中も車や周りの様子に気をつけるなど、日頃からよく子どもたちと話をすることが大切なんだそうです。また小学校に上がる前に通学路を一緒に歩いて、危険な場所はどこなのか、横断歩道はどこにあるのか、どんな注意が必要なのかなどを確認するといいですね。そうですね。そして4月1日から全年齢で努力義務になる自転車乗車時のヘルメット着用も命を守るために大事なポイントです。ヘルメットを着用していなかった方は、着用していた方と比べて自転車事故による致死率が2倍以上も高かったというデータがあります。保護者の方や周りの大人が子どもたちの手本となるよう、きちんとヘルメットを着用することが大切ですね。はい。では続いて飲酒運転根絶条例の改正についてです。令和3年には八街市で下校中の小学生がトラックにはねられ、5人が死傷するという大変痛ましい事故がありましたね。はい。運転手の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されました。この事故を受けて県は、千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例を制定、昨年の1月から施行しています。そして昨年12月、さらなる飲酒運転の根絶に向け改正案が県議会で可決成立しました。八街市で起きた事故がきっかけとなって、千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例が制定されたんですね。はい、そうなんです。条例制定以降も県や県警などでは飲酒運転の根絶に向けたさらなる取り組みを進めているところですが、残念ながら未だに飲酒運転は後を絶ちません。千葉県内では令和4年中の飲酒運転による交通人身事故の発生件数は前年よりも増加してしまいました。そこで飲酒運転根絶に向けた取り組みを強化するため条例が一部改正されました。どのような改正がされたのでしょうか。主な改正点は、通勤中に飲酒運転で検挙された場合に勤務先の事業者に違反の事実を通知すること、また飲酒運転の違反者に酒類を提供した飲食店営業者に違反の事実を通知し、通知後も飲酒運転防止措置を講じない飲食店営業者に対する罰則等を制定したことなどが挙げられます。飲酒運転の根絶に向けて事業者や飲食店での取り組みを一層強化していただくための改正となっております。県民一人一人が飲酒運転は絶対しない、させない、許さないといった強い意志を持って飲酒運転根絶に取り組まなくてはいけませんね。そうですね。千葉市内で酒類を提供している飲食店でも今回の改正についてお話を伺いました。今回飲酒運転根絶の条例が改正されましたが、お酒を提供しているお店としてはどう思いますか。それはもう大賛成だし、もう事故あってからじゃ遅いし、まあ毎回一応今までも聞いてきたけど、もっと今までより強くダメですよと、うちも小さい子供がいますんで言いたいと思います。ちょっとしか飲んでいないから大丈夫とか、見つからなければ大丈夫などという気持ちを持たないでください。飲酒運転は絶対しない、させない、許さないを県総ぐるみで守っていきましょう。そうですね。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転の代償は計り知れません。乗ってく。大丈夫、そんな酔っ払って大丈夫、酔っ払ってないから。
代行にした方がいいんじゃないの。どうしてあの時あんなことを言ってしまったんだろう。あの時飲酒運転の末路、5つの実話、5つの後悔。いつお酒やめるの？いつまで続けるの？千葉県警察ホームページでご覧ください。千葉県警察のホームページでは飲酒運転受刑者の手記を見ることができます。幼稚園を巣立った可愛い1年生たちが小学校に通い始める4月、大切な命を守るためハンドルを握るドライバーの皆さん、安全運転を心がけてください。そして保護者の皆さん、子どもたちに正しい交通ルールを教えてあげてください。子どもたちが安心して学校に通うことができるように、地域全体で温かい気持ちで見守っていきたいですね。以上、特集でした。それではプレゼントです。今週は巾着袋、バンド、キーホルダーをセットにして6名の方にプレゼントします。ご覧の必要事項と番組の感想を必ずお書き添えの上ご応募ください。さてここからはゆなちゃんにも加わってもらいます。令和2年度から3年間この番組のリポーターを務めました、春本ゆなちゃん、麻生千恵ちゃん、今週の放送で卒業です。まずはゆなちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございます。千葉の美味しいものをたくさんいただいたり、観光スポットにお邪魔したり、本当に楽しい経験をたくさんさせていただきました。そして千恵ちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございます。もう本当に楽しい思い出でいっぱいです。ありがとうございました。この3年間いろいろなところに行っていろんな思い出があると思います。りなちゃん、まずはどうでしょうか。はい、本当にあの千葉県の北から南までいろいろなところに行かせていただいたんですけれども、毎回本当に皆さんが温かく迎えてくださって本当に嬉しかったです。取材をさせていただいた皆さん、視聴者の皆さん、そしてウィークリー千葉県のスタッフ関係者の皆さん、3年間幸せな時間を本当にありがとうございました。本当にとても幸せでした。ありがとうございました。そして千恵ちゃん、いかがでしょうか。はい、私は千葉県の歴史に触れてもう本当に奥が深くて楽しかったです。美味しいものや楽しいレジャーもたくさんあって語り尽くせないんですが、歴史あるものづくりやそれに携わる方々に出会えて本当に思い出深いです。ありがとうございました。もう2人はね、やっぱり本当にいつもこう元気で笑顔で、そして2人で行ったロケもね、本当に楽しそうで羨ましかったです。本当に今までありがとうございました。ありがとうございまし ました。そしてどうぞ皆さん、春本ゆなちゃん、麻生千恵ちゃん、これから活躍の場をますます広げていきますので、どうかこれからの応援もよろしくお願いします。さあ、そして2人はどうぞ千葉県内もっともっといいところ、美味しいものたくさんありますから、これからも応援よろしくお願いします。はい。さあ、それでは皆さん、次回の放送は4月8日です。ウィークリー千葉県、このあたりで失礼します。それではさようなら。ありがとうございました。